ワードもこちらパンチパッドです。よろしくお願いします。オレオ、ノワール。皆さん、オレオとノワールって知ってます？僕はですね、知りませんでした。まあ、オレオはですね、昔から知ってたんですけれども、ノワールっていう商品を俺、全く知らなくて、で、まあ、これ2016年とか2017年ぐらいに発売されたのがノワールらしいんですけれども、全く知りませんでした。まあ、なんでノワールを知ることになったのかって言いますと、確か一昨日ぐらいに夜中配信してて、で、そこで、パンチ、ノワールとオレオどっち好きみたいなことを質問されたんですよ。ノワール？ノワールって。ノワールってなんだっけ？何これ？俺知らないノワール。食べたことない。ノワールとオレオの違い。へぇー。俺ノワール食べたことない。ウェルシアにあるかな？ウェルシアにノワールある？ちょっと買ってきて食べたい。ちょっとお腹すいた。あ、すいません。はい。あ、ノワールってありますかね？お菓子の。ノワールは今な、ノワール今ないよね。ないんじゃないか、まさか。ありました。これならある。あ、すいません。ありがとうございます。はい。どっちがパクってんの？これオレオのパクリ、ノワールって。だって完全にパクリじゃん。ノワールって何？で、まあ、そこからちょっとノワール買ってみて、食べ比べとかしたんですけれども。ああ、なるほどね。いや、全く知らなかったなで、まあ、味の違いなんですけど、一応味の違い、これでもちょっと、まあ、明確になってるんですけど、俺も食べた時ちょっと思ったんですけれども、オレオはですね、甘いんですよ。クリームとかがちょっと甘くなっておりまして、甘いの大好きっていう方はオレオ。で、こちらですね、ココアの苦味というか、そういった苦味が大好きな人はノワールっていうような違いらしいです。で、こっちサクサクしてて、こっち、ちょっとしっとりしてるのかな？でですね、まあ、個人的にはノワール結構好きなんですよね。で、まあ、オレオも結構好きで。で、あとカロリーなんですけれども、こちら1枚あたり53キロカロリー。こちら、ノワール1枚あたり52キロカロリー。なんですよ。で、まあ、知らなかったんで、知ってた？みんなノワール。俺ほんと知らなかったんだよね。で、まあ、なんでノワールが出ることになったのかっていうと、もともとなんかそのオレオ、山崎ナビスコかなんかだっけな。で、まあ、そういった会社がなんかね、ライセンスのなんか契約終了かなんかで、で、なんかいろいろあって、いろいろあったらしい。いや、ただね、もうね、完全にわかる。俺ね、オレオとノワールの違い、本当にわかるから、ちょっとこれだけ見てほしい。これがオレオ。ね、これがノワール。これね、オレオとノワールね、ちょっと違いがありまして、やっぱね、ノワールの方がちょっとね、ココアの苦味があるんですよ。で、オレオの方がちょっと甘いんですよね。うん。で、まぁ、52キロカロリーのノワール。53キロカロリーのオレオ。このね、1キロカロリーの違いを見逃さない。いただきます。まずこちら。ん？あとの苦味がないから、これオレオかな？後の苦味がない。これがオレオだ。これがオレオ。こっちがノワール。こっちがノワールだ。